こんにちは。今日は大阪市北区にある時屋レスポワールさんの方に来ております。本店は西中島の方にありまして、そちらの人気つけ麺店が天神橋6丁目に2号店をオープンされているようですね。営業時間は平日月曜から金曜までが11時30分から15時、夜の部が18時から23時ですね。土日祝日は通しでやっておりまして、11時30分から23時になってますね。日曜日は22時までということです。お店の外にある大きな看板ですね、時屋のつけ麺、無添加無花鳥スープ。当店のスープはすべて形ある食材から引き出した旨味成分ですということですね。店内の様子はこんな感じになっております。2人掛けのテーブル席が2席ありまして、奥にですね4人掛けのテーブル席が1席あります。こちらのカウンターは7席を確保されておりますね。店内のメニューがこのようになっております。濃厚豚骨魚介って書いてますね。小さなだしご飯がついて、麺量が 300g で880円になっておりますね。お好みのトッピングでカスタマイズしてオリジナルでもお楽しみいただけるということで、それぞれの追加料金になっておりますね。麺大盛りで通常の 1.5 倍の 450g で950円、レアチャーシュー入りのが1080円ですね。でクラシックっていうのが1200円になってますね。取り付けシャンタン鶏醤油って書いてますね。麺料こちらも300で860円になっております。こちらもトッピングがそれぞれ追加料金になっております。麺大盛りが930円、チーズソースってありますね。麺にソースを絡めるスタイル980円、クラシックが1180円になっております。こちらは鶏から漬けって書いてますね。シャンタン鶏から醤油、こちらは870円ですね。トッピングはそれぞれの料金になっております。麺大盛りが940円、こちらもチーズソースカラメルソースありますね。990円、クラシックが1190円になっております。パイタンから漬けって書いてますね。濃厚からパイタン生姜、こちらは890円になっております。トッピングはこのようになってますね。麺大盛り960円、レアチャーシュー1090円、クラシックが1210円になっております。反射してちょっと見にくいんですけど、ジャパンメニューアワード2018下半期で取り付けクラシックが受賞されてますね。店内入って左側に券売機あります。先ほどのメニューのものをこちらで購入する形になりますね。こちらはトンつけ調理技術派スープということで、かなり細かく書いてますね。さすがに読むの大変なんで、興味のある方は止めてみてください。こちらは鶏からつけ計算された頭脳派スープということで、こちらも細かく記載されておりますね。店内に各店舗の紹介がありました。こちらが本店の淀川区西中島の時屋さんですね。時屋リゾットって限定メニューやってますね。こちらは東淀川区菅原にあるフェニックスの涙っていうお店ですね。こちらの限定は淀川ブラックっていうものを出しているようですね。それでこちらが今回やってきたお店ですね。時屋レスポワールさんですね。限定メニューがこのチーズソースになっておりますね。こちらがトンつけ麺量 300g で880円のものになります。今回はつけ麺ということで、全体見渡せますので、ターンテーブルはなしでいきたいと思います。こちらが自家製麺ですね。中太のストレート麺になりますね。色つやが非常にいいですね。でこちらがつけだれになっております。それではつけだれの方を見てみていきたいと思います。おお、結構ドロドロしてますね。
濃厚豚骨魚介ということで、かなりドロドロしております。こちらですね、白くてかなり色艶の良いストレート麺になっておりますね。こちらのつけだれに入れて、おお、結構ないい感じですね。ドロドロになって絡んでますね。それではいただきたいと思います。つけ汁がやはりドロドロしているので、かなりこの中太のもっちりした麺と絡んで非常に美味しいです。チャーシューのこんな分厚いのも入ってますので、歯ごたえがあってとても美味しいですね。麺の方すべて食べ終わりました。あんだけあったスープがすべて絡んで、残りがこれだけになってしまいましたね。豚骨魚介ということなんですけど、魚介の臭みは全くないですね。で、こちらが小さなだしご飯になりますね。こちらの方に残ったつけ汁を入れて食べていきたいと思います。こちらが鶏つけ麺量 300g で、チーズソースをつけております。980円のものですね。こちらは先ほどのストレートと違って縮れ麺になってますね。それでチーズソースが上に乗ってあって、こちらを麺にそのまま絡めて食べていくっていう形ですね。こちらがつけだれですね。さっきの濃厚豚骨とは違って、こちらはかなりあっさりした感じになっております。厚切りのチャーシューも入っているようですね。それではまずチーズを絡めずにそのままで食べていきたいと思います。鶏醤油ということで、鶏の出汁がとても出ていて、あっさりな和風の味付けになっておりますね。残りはこのチーズを麺に絡めて食べていきたいと思います。こんな感じで麺にチーズを絡めていっております。結構入ってますね。もうチーズまみれですね。それではこちらで食べていきたいと思います。かなり絡んでますね、チーズが。さあ、つけだれにインしたいと思います。だいぶしました。うわー、かなりだしの色が変わりましたね。それではいただきます。チーズの方を絡めてすべて麺を食べ終わりました。最初の和風からね、一気にね、洋風チックになる感じですね。チーズの好きな方には好まれる味ではないでしょうか。こちらが小さなだしご飯ですね。先ほどの豚骨とは変わって、まただしを取り用に変えているようですね。こちらを入れてすべて食べていきたいと思います。食べて外出てきました。時矢レスポワールさんの方には駐車場がないんですけど、目の前にね、1台だけこのパーキングチケットで60分ね、300円のところが1台だけ店の前にありますので、そちらの方が駐車場になります。それ以外のパーキングはちょっとね、今のところ見当たらないんで、こちらの天神橋5丁目の交差点近辺のパーキングをご利用ください。最寄りの駅なんですけど、こちらの方から南に下っていくと、こちらに JR 天満駅がありますので、こちらの方が最寄り駅になっております。それでは皆さん、近くまで来て興味があれば一度お越しいただければと思います。今回はご視聴ありがとうございました。失礼いたします。